阪神甲子園球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース16回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するタイガースの先発はメッセンジャー、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは上本、投げました。外角低めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。投げました。打って、これは平凡な当たり。一、二塁間のゴロ、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは俊介、ストライク。さあ、次の投球、投げました、ストライク。早くも追い込まれています。投げた、変化球、空振り三振。俊介、全くタイミングが合いません。投げた、アウトコース高め、直球は外れても、わずかに外れてワンボール。投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。伸びのあるストレート、投げた、3球目はストライク。バッター追い込まれました。低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。斉藤、今日は上々の立ち。これからタイガースの攻撃に入ります。バッター、マートン。森岡、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、決まってストライク。第2球、投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました、1球外してボール。カウントはワンボールツーストライクです。打ちました、西岡取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターボックスは今成、現在の打率は3割2分6厘。投げました、打ちました、これは内野ゴロ、川端ボールを取る、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、3人でピシャリと抑えています。2回の裏が終わりまして、0対0、両チーム無得点です。投げました、初球から打ってった、センターへ飛んだ、これはヒットになります。斉藤、ヒット。これからタイガースの攻撃に入ります。バッターはコウ、投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球、投げました、ストライク。追い込んでから第3球を投げました、流し打ち、切れていきます、ファウル。第4球を投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。打った、西岡掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、ヤマト、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。第2球、投げた、直球空振り。第3球を投げた、打ちました、ボテボテのショートゴロ。ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターボックスはメッセンジャー、ストライク。伸びのあるストレート、投げた、ファール。追い込んで第3球を投げた、低めボール球打った、西岡ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、タイガース、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターは上本、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、これは見送ってボール。膝元際どいところ、カウント1ボール1ストライク、アウトロー。ボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライクです。インコース低め空振り。第5球、投げました、打った、ピッチャー返し。上本、ヒットを放ちました。タイガース、ようやく初ヒットが生まれました。一塁タッチセーフ。第9球、投げました、打ちました、初球打ち。三塁線、惜しくも切れてファール。上本スタート、キャッチャー二塁送球、間に合うか、盗塁成功。第3球を投げました、低め、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。左バッターボックスは3番栗山、今日の第1打席はスイングアウト。打った、打球はライトへ、ヒット。ボールは中継、栗山ヒットを放ちました。さあ、ワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。タッチはセーフ。
第1球投げました。ボール、これはわずかに外れています。投げました、ストレート空振り、タイミング合いません。投げた、縦のスライダー空振り、バッター追い込まれました。投げた、低めボール、カウントは2ボール2ストライク。ボール、ボールカウント3ボール、外れてフォアボール。斉藤、これが初めてのフォアボールになります。インコース低め、ストライク。第2球直球ストライク、追い込んでいます。三振、木之山、全くタイミングが合いません。左バッターボックスは6番今成、初球を打ちました。ファールボール、初球ファールから投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。投げた、低め、空振り三振。斉藤、ワンアウト満塁のピンチでしたが、後続はきっちり抑えました。4回の裏が終わりまして1対0スワローズ、1点リードは変わりません。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。大和、取った、一塁へ送る、アウト。これからタイガースの攻撃に入ります。バッターボックスはコー、現在の打率は2割5分5厘。第2球チェンジアップ、見送ってストライク。第3球152キロ直球、空振り三振。コー、全くタイミングが合いません。投げた、低めのボール引っ掛けた、ボテボテのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはメッセンジャー、投げた、ストライク、膝元厳しいところ、投げました、カットボール決まってストライク。第3球を投げました、縦のスライダー、空振り三振。メッセンジャー、全くタイミングが合いません。タイガース、この回1番からの好打順になります。バッター上本、初球に送ってストライク。第2球投げました、2球目はストライク、あっという間に追い込んだ。投げました、打ちました、西岡ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッターボックスは俊介、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、打ちました、ピッチャー森岡掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。先ほどヒットを放っている栗山、初球空振り、タイミング合いません。投げました、アウトコース低め、外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。第4球を投げた、低めの変化球、ボール、カウントはツーボールツーストライク。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。最後は見逃し三振に倒れました。バッターは斉藤。第9初球外れても、第2球投げた、高めの球空振り。第3球を投げた、ストライク。第4球は打ちました、抜けた、斉藤ヒットを放つ。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターマート、今日はショートゴロとフォアボール。外角低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。3球三振、ズバッと決まりました。投げた、1球目ストレート空振り、146キロストレート、これはボール、カットボールを外れてワンボールワンストライク。投げました、打った、セカンドゴロ正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターボックスは今成、今日はサードゴロと三振、ストライク、145キロストレート、投げました、アウトローへストライク。バッター追い込まれました、投げました、打ちました、センター前進、今成ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。これは引っ掛けた、外野フライ、取って、これで3アウトチェンジ。斉藤、ここまできっちり。ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤。第9球投げました、初球外れても、はっきりしたボール球。第2球外の球空振り。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、斉藤ヒット。これからタイガースの攻撃に入ります。バッターは大和、今日はショートゴロとサードゴロ。インコース高めストライク、伸びのあるストレート、外角高めボール、カウントワンボールワンストライク。投げました、3球目はストライク、
第4球を投げた。インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。投げた。初球空振り、これは完全に振り遅れ。投げた、打ちました。ボテボテのセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。そして次のバッターは上本。投げた、初球打った、一、二塁歓迎、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、ここまで来た。先ほどヒットを放っている斉藤。第9球、初球はストライク。投球これから2球目、ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球、3球目はストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を外れた、ボール。カウントはツーボールツーストライク。投げた、外角高め、ストレートは外れてボール。外角高め外れてスリーボールツーストライク。ランナースタ、打ちました、抜けた、ボールは中継。斉藤ヒット。タイガース、この回は上位打線から始まります。今日2三振の俊介、現在の打率は2割4分1厘。投げた、ストレートはボール、膝元へ、際どいところ。カウントはワンボールワンストライクです。打った、打ち返した打球がセンターへのフライ。斉藤、完封勝利まであと2人。バッター栗山、今日はここまで3打数1安打2三振。さあ次の投球、投げました、2球目空振り、少し迷ったか。投げました、外角低め、ストレートは外れてボール。わずかに外れてワンボールツーストライク。チェンジアップはボール、アウトコース低め、際どいところ。カウントはツーボール、インコース低め、空振り三振。続くバッターはマート、現在の打率は3割1分6厘。初球から打ってった、セカンドの頭上をフラフラっと上がっている、セカンド取りました。試合終了。斉藤、見事な完封勝利。